はい、皆さんこんにちは、今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。今日はですね、土曜日ということもあって、自宅でまあ私自営業、自営業ですのでね、まったりと仕事をやっているというそんな場合じゃなくて、結構タイトなスケジュールがあって、今どうだろう、3時間もぶっ通しでもう集中してセミナー資料をね作ってたんですね。今度ね、青森県の弘前だとかね、それからどこだったっけ、今日作ったのは山梨県の大月ですね、行く資料をね夢中になって作ったんです。ですけど、ようやくちょっと一段落して、まだもう一件ちょっと大きな資料を作らなきゃいけない、そんな仕事があるんですけれども、せっかくのね家にいるので、またカメラの話をして皆さんとちょっとまったり過ごしたいなと思って、今、ビデオの、スイッチを入れました。ということで、今日はどんな話をするかというと、昨日ですけれども、デジタルカメラ手に入れたって話しましたよね。キャノンの EOS5M2 です。これねすごかったんですよ。最後までね、もしかしたらね聞いてた方はわからないかもしれないんですけれども、実は字幕で入れてたんですけれど、Amazon のネット中古で22,000円ボディで買った。それからバッテリー充電器はやっぱりこれも Amazon 中古でね、2400円で買いましたなんていうお話をしましたけれども、その後ね、動画の中でもちょっと話してますけれども、このカメラねやけに新しかったんですよ。でどんなところが新しいか、まずジャンク理由だった、ジャンクというかね、商品説明だったんですけども、液晶に、空気が入ってますということと、それからこちらのねストラップの、金具が曲がってますっていうことだったんです。それから外観に傷があります。で、充電器がないので、充電器がないと使えませんというお話だったんですね。で届いてみて、開封を昨日ね皆さんと行いましたけれど、ファームウェアはやっぱり古くてまだ 2.0.8 だったかな。でそのまずファームウェアのアップデートをしました。2012年の2月の28日かな、2.1.8 だったっけ、最新が発表になっていたので、それにファームウェアのアップデートをしました。それからね、ここの金具はゆっくりゆっくり少しずつねペンチで直したらちゃんと本来の形になりましたので、何も問題がなくなりました。であと液晶ですけども、液晶のフィルムがねちょうどねニコン D7100 の液晶フィルムとぴったりだったので、気泡がないように綺麗に貼り替えました。でその後ね、実は一生懸命磨いたんですよ。私磨くの好きなのでね、一生懸命こうやって磨いたんですけど、つまらないんですよ。なんでつまらないかって分かりますか？汚れつかないんですよ。そりゃそうですよね。このカメラのシャッター枚数を、EOS デジタルインフォというアプリで調べられるんですよね。ショット数 .com ではキャノンのカメラのショット数って出てこないんですけれども、EOS デジタルインフォという、これは多分おそらく外国のねサイトで公表しているアプリなんですけど、それで調べたらね、ショット数がいくつだったと思いますか？もう読んだ方いらっしゃると思いますけど、なんとね489回だったんですよ。489ショットしか撮ってないから、そりゃ汚れてないわな、そりゃ汚れてないし傷もないはずですよ。
だって多分ね、ここが曲がってて、ここにちょこっと傷があるんですけれど、おそらくね、こういうふうにどっかぶつけたと思うんですよ。で、その際にここの金具が曲がっちゃったのかなと思いますけれど、今、昨日ちょっとね、こうやって一生懸命汚れが出ないかなって思ってさ、拭いたんですけど、何も出ない。しかも、ファンウェイも綺麗に最新になって、もちろん、綺麗に映るに決まってますよね。で、アルカスイス五冠の、このなんて言うんだろう、アタッチメントかなをつけて、これで傷つかないようになって、ストラップもね、キャノン巻きだったので、キャノン巻き通りにくっつけて、もうこれでいつでもね、もう持ち出せる形になりました。もうさ、これもう何もすることなくなっちゃったんですよ。で、じゃあ何をするかって言ったら、やっぱりジャンカーはね、これは200楽しみないですよね。で、また 昨日からあの後ね、磨いてるのはこのカメラです。カメラってやっぱり磨くの楽しいですよね。しかもね、古いカメラで汚れていると汚れているほど楽しいんですよ。このカメラ、皆さんね、知る人ぞ知る名機だって知ってますか？コシナの、CT1EX。 これね、今まで YouTube やってて、本当に皆さんに数多く教えていただいたんですけど、このカメラっておそらくね、カメラの中ではもう本当に信頼のおける機構を持ったカメラで、さまざまな会社で、このモデルそのものじゃないんですけれども、 OEM で供給されているカメラなんですね。例えば、代表的なところで言うと、これね、言い切っちゃってね、違いますよって言われたら困るんですけど、かもしれないって全部つけてきますね。これ、ニコンの、FM10 ですね。ニコン FM10。 それから私の知るところで言うと、オリンパス OM2000 ですね。それからもちろんヤシカのスーパー FX スーパー2000かな。その他にもね、どこだったっけ、これケンタあの K マウントなんですけれども、 OM マウントであったり、それからニコンの F マウントであったりということで、まだまだきっと、これ皆さんご存知の方だったら、これもそうですよって教えていただくとありがたいんですけれども、本当にね、本当に信頼できるカメラ機構を持ったカメラなんです。で、このカメラね、今日も せっかくね、磨くので動画を撮ろうと思って、一緒に皆さんもね、お手元にね、何かフィルムカメラ持ってきて、磨いていただきたいんですけれども、磨いたもうね、このカメラもう1時間以上、もっとかな、もしかしたら3時間くらい磨いてるかもしれないですけど、このカメラの魅力というのは何かって言ったら、この外装がね、プラスチックっていうのかな、ゴムっていうのかな、わかんないんですけど、白くなるんですよね。で、白くなってすごく汚れて、みすぼらしくなるんですよ。なので、余計にね、磨きがいがあるんですよね。で、なぜ磨きがいがあるかっていうと、私、
今除菌シートで磨いてますけれど、こうやってこするじゃないですか。そうするとほら汚れるんですよ。この汚れが出るのがね、嬉しくて嬉しくてね、ただただひたひたしたら磨いてます。でこのカメラね、私どこで買ったかというと、ハードオフの飯田かなえ店で購入しました。この間ね、お話した時に、ミノリタの XD ですね、結局ピカピカに磨いたのに通電しなかったっていうカメラありましたよね。あれの時にあちらが550円だったんだけど、こっちはねちょっと高くてね、正直買おうかな、どうしようかなって迷ったんですよ。なぜかって言ったらね、レンズ付きで1650円もしたんですよ。1650円には高いって言うかどうかって言ったら、あれなんですけど、私たちジャンカーにとってみると、ちょっと1650円でコシナのねこのカメラはちょっと高いのかなって思うんです。しかも動作未確認だったんですけど、動作未確認とはいえ、これ機械式のシャッターなので、もうその場でね、シャッターの確認はできました。なのでもし露出系がね動かなくても、もう確実にね撮影ができることは分かるんですね。もちろんね、マニュアルで操作できない方は困るんでしょうけれど、スマホの露出系使ったりね、できるので、全然全く問題なく使えるカメラだったんですね。ということでこんな風に持ってきて、あと、こういう風に伸ばしてね、こういうところに、ね、挟んでね、ゴシゴシやるわけですよ。ちょうど背中をタオルで流すみたいに、ゴシゴシ、動かすわけですね。そうするとね、この隙間に入っている今までの汚れとかも出てくるんですよ。これが気持ちいいんですよね。このカメラを磨くことって、前にもお話しましたけど、こういう楽しみ方ってさっき言ったこちらの最新のデジタルカメラってフィルムカメラに比べたらもう汚れようが大体なくて、大体こういうところですよね、綺麗にすると結構綺麗になっちゃうんですよ。もう私の EOS 5なんかもうピカピカですよ、これ。もうピカピカで、ジャンカーの差がとして残念なのが、カメラを、中古カメラって手に入れて、本当はねできるだけ汚れたカメラが手に入るとすごく嬉しいんですよ。で例えば アイカップが欠品してたりとかね、もしかしたら電池蓋が欠品してたりとか、動作が全く未確認っていうと、もう嬉しくて嬉しくてしょうがないんですけれども、こちらはね本当にほぼほぼ完璧できましたね。あんなに安かったからもっとね欠点があって、シャッター数もねもしかしたら、10万回以上切ってやるカメラなんじゃないかななんて期待してたら、489回って使ってないじゃんね。しかもね、ファームウェアはまだ公開してるので、ファームウェアアップデートして液晶も綺麗になったら、もうピカピカになっちゃったよ、ピカピカになっちゃったよその点これはいいなね。1650円でこれだけ楽しめるんですよ。もうこれで3日目くらい磨いてますよ。3日目くらいこんな風に磨いてるんですよ。で実際にね、この今ついてるレンズね、コシナの、2870mm の F4 同士って、結構ね、当時のコシナさんとしては、いい
レンズだったと思いますよね。まあ小三眼と言われるような F4 同士のレンズをつけて、あるんですけれども、まあこのカメラに実際にねフィルム入れた時にこのレンズを使うかどうかっていうのは 僕自身も非常に怪しくて、おそらくね、あるかな、おそうそうそう、ほらペンタックス、これ50mm の F1.4 で SMC ペンタックス 50mmF1.4 です。これ K マウントなので、多分ですけどスナップ取りに行くならこっちつけるんじゃないのかな、多分ね。なぜかって言ったら、やっぱりねスナップ取る時って単焦点って楽しいんですよね、はい、こんな形になっちゃって、まあこうなっちゃうと、ちょっと見飽きすぎて綺麗になっちゃったので高級感も出てちょっと欲しいカメラになってきちゃうじゃないですか。ね、皆さんこの今日はご質問なんですけど、皆さんこのコーシナのこういう何て言うのかな、プラスチックじゃないゴムみたいな塗装のカメラって時々あるでしょミノルタのカメラになっちゃうともう何て言うのかな完全に崩壊しちゃってるカメラとかもあるんですけれども、こういうところって皆さんだったらどうやって見分くんですか、どうやって見分けます、どうやってきれいにします。私もうひたすらね除菌シートを使って、磨いています。あ、私除菌シートなくなっちゃったよ。で皆さんのコメントにあったように今最近コンビニでね割り箸って竹箸になってるじゃないですか。これね本当言ったらね割り箸って、木の方がいいらしいんですよ。これは私の知り合いの割り箸屋さんが言ってました。木の方がなんていうのかな安全なんだっていうことを言ってましたけれども割り箸をねこの先っぽを細くね鉛筆削りじゃないんですけどカッターナイフで細くして、まあ、細かなところですよね、こういうところまで綺麗にできるように してこれはね金属じゃない方がいいと思いますよ、私はね私はですけど、こういうふうに竹を使うっていうのは私も見てチャンネル見ていていただける方が、竹へらをね薄く削って磨きますよって言ってましたので、私も今日はねそれを真似して今、カッターナイフで綺麗にしました。おお、やっぱり綺麗になりますね。本当にね今まで綺麗にできなかったところまで綺麗になりますね。でそれが証拠にねこういうふうにね汚れがついてくるんですよ。今まで手でこすった時にはね汚れつかなかったんですよね。ねえフィルムカメラは面白いですよね。本当にね物としての楽しみ方ですよね。リサイクルショップに行って探してで磨いてみたいなことをしてで動かないことってよくあるので、まあこの間ミノルタの XD でもやりましたけれども、接点がね腐食してて、もしかしたら接点が理由で通電しないのかなとかね、いろんなことを想像しながらこういうふうに遊びます。今日は土曜日で今ちょっと仕事の合間なんですけれども、今ね私仕事で最近仕事の話もね結構するようになったんですけど
セミナーでね、あの就活、ゆるい就活、就活ってあの就職活動じゃない方ですよ、60歳になる、まあ、50代後半から私に仕事、あの就活のテーマをねよくいただくようになったんですよ。就活の、まあ、準備の仕方みたいなお話をいただくんですけど、その中でね、確かにね、あの財産のある方は、まあ、相続税どうしようとかね、それから遺産分割どうしようかなって話に出るんですけど、あのやっぱりねその中でよく言われるのが、あの引退後のね時間の過ごし方どうしようっていうことで、あの悩んでる方が結構いらっしゃるんですよね。引退後、今までね現役でバリバリで会社に行って、部長さんだ課長さんだって言われて、本当にもう会社に行ってれば自分のその居場所というか立ち位置が分かるのに、会社一歩離れたら、会社から離れてしまったら自分の立ち位置が分からない自分の生き方が分からないというような、やっぱり悩みって最近増えてきてますよね。でよくあの、引退間際になるとね、リスキリングとか言って、あの新しいことをまた勉強して、次第二の人生で生かそうみたいな話になりますけど、まあ、そういう方にはねぜひね、このフィルムカメラの楽しみ方、フィルムカメラ、おそらくね、その年代の方って若い頃にあのフィルムカメラを使ってた世代だと思うんですよ。昔ってフィルムカメラ持ってるだけでちょっとヒーロー的なとこってなかったですか。私はあの会社のね総務課の総務部総務課の総務部長をやっていたこともあるんですけど、その時になんかね、あの当時ね SFX を持って旅行に行ってみんなの写真を撮るのがもう仕事でやってたんですけど、まあ、当時からね一眼レフ持ってること自体がね結構あの、誇らしいことで、会社の慰安旅行の写真とかねレギュレーションの写真を私が撮影してみんなに配るっていうのが、まあ、一つの役割だったんですけど、その頃を考えると結構ねあの楽しかったですよね。なのでそんなことを思い出して、あのカメラを見送って、これも一つのねあの、セカンドライフのね過ごし方じゃないかなと思いますね。でね、あのこの間だから話してますように、フィルム高くなったって僕あの嘆いてたんですけど、1900円ぐらいするとかね、1500円、当たり前ですね。もうね若い方のご意見を聞いて本当に思いました。なんだ高くなったっていうのは、まあ解雇主義の皆さん、まあ、私も含めて解雇主義の皆さんはフィルム高くなったなって思うかもしれないけど、今の若い人コメントいただいたらね全然高いと思わないって言うんですよ。フィルムってそういうもんだと思ってる。で、他のねあのベテランの方にもあのご意見いただきましたら、卵と一緒だと、ね、卵って昔からね値上がりしない、もやしも値上がりしない、それが当たり前だと思っているからフィルム高くなったんだって言うけど、そんなことないよ、だって上がって当然でしょって言われました。確かにね、今海外から来て例えば日本に来てフィルム買うと、おそらく日本円に換算すると多分1000円以下で買ってますよね。1000円以下ですよ。でドル建てで考えたら決して高くないんですよね。なのでそう思うとね、ああそうか、そういう風な考え方ってあるんだなって、あの今回最近のね配信でねつくづく思いました、はい、おお綺麗になりました。これ見てください、あの傷だらけなんですよ。結構傷だらけの使い込んだねカメラで、でしかもね私ねこれ、モルト交換しようと思ったらね、モルトバリバリにあのまだ現役だったんですよ。
おそらくね、つい最近まで使ってたんです。これ見てください。これかっこいいでしょ。かっこよくならないですか。プラスチックの感じはしますけど、かっこよくなりましたよね。そうするとね、私何やるかって言ったら、結構こだわるところがあるんですね。それ何かって言ったら、やっぱりあの今風に使いたいので、やっぱりストラップを、今風に変えたいなと思います。なので気に入ったストラップを、いろんなカメラに付け替えて、その都度ね、あの付け替えて持ち出すようにしています。ね、こうやってなると、そうだよ、本当にあの、古い、ね、あのカメラも、まあ、若い人方にとってみればね、一つの、カルチャーであり、ね、ファッションアイテムにやっぱりなってるんでしょうね。なので私はあの、過去にね、あのカメラってファッションアイテム、僕にとってはファッションアイテムだなんて話をしてましたけど、実際にあの皆さん若い方 の、 あのカメラの持ち方を見ると、あの自分で気に入ったストラップを取り付けて持ち出してますよね。何の話を今日はしてるかって言ったら、あの磨く楽しみってやっぱりフィルムカメラだなっていうことです。あのデジタルカメラね、本当に綺麗になってすごく嬉しいですよ。すごく割安に手に入れられて、あのすごく嬉しいんですよ。だけどあの物としてのね、あの楽しみって磨く楽しみとか、それから自分で工夫をして、自分なりのスタイルを作るっていう意味でおいて言うと、反対じゃん。やっぱりね、デジタルカメラよりもあのフィルムカメラの方がやっぱり楽しいですね。ね、ジャンカーとしてはね、あの本当は高いものを安く手に入れたっていうこと自体はね、すごくあの楽しみなんですけれども、楽しいことですよね。だけど綺麗になっちゃうとね、そこでなんか満足しちゃうんですよ。これあの私と同じ方も結構いらっしゃると思いますけれども、あのジャンカーの方って綺麗になってしまうとそこで満足しちゃって、次のね、あの次のジャンク品をを探す旅に出るっていう方結構いらっしゃると思いますけど、私ももう完全にそのタイプですね。なので、これはどうかな、ね、この間のあの XE なんか面白かったですよね。ジャンカーの勘としては、これはヒフティヒフティだなって本当に思ったんですよ。これはな、どうかな、動いたらすごいあの楽しい動画ができるぞ、でも動かなかったとしても、それはそれでね、550円のなりの楽しみ方ができるぞ、さてどうしようかってすごく迷ったあのカメラだったんですけど、結果的に言うとね、あの賭けには完全にあの負けてしまいましたけれど、まあ、まだちょっと本当は諦めてなくて、なんとかならないかなと思ってますけど、で、はい、こんな風になりました。そうするとほら、ちょっとおしゃれっぽくないですか。このカメラね、おそらくね、発売はね、1983年頃かなっていうことが書いてありました。縦走りの金属製のシャッター幕で2000分の1までですよ。この2000分の1までっていうのがすごくやっぱりあの、このおそらくコシナのカメラが母体になっているんじゃないかっていう見分け方なんですけど、シャッターマーク、シャッターがね、2000分の1、それからシンクロが125分の1っていうカメラがもしあったらね、おそらく、まあ、コシナ製、こちらが母体になっているカメラじゃないかなと。こんなに綺麗になっちゃったらどうしよう、ね、こういう楽しみ方、はい、皆さんもね、一緒にね、また
いろんな話をしながらね、カメラ磨きましょうよ一緒に。カメラ磨いて、で世の中にね、カメラメーカーさんね、ペンダックスさんが新しいものを作ってくれるって言いますけれども、世の中に流通しているカメラで、今まで使えなかったようなカメラをね、こんな風に綺麗にしてね、また再びね脚光を上げさせてあげたら、これってすごく嬉しいことですよね。それこそ新しいものを開発して SDGs とか言いますけれど、そうじゃなくて古いものを、大切にすることもやっぱり地球環境にとってはねすごくいいことだと思うので、そういう感覚もねあっていいんじゃないかなと思いますよ。なので私結構古いもの使ってます。あ、そうそう、今日使っているこの、デジタル電子なんだっけ電波時計ですけど、これも、これね、スマイルサンタかなっていうところで、何年前だろう、もう3年4年くらい前に買った中古の、4000円くらいの、電波時計ですけれども、でソーラーの電波時計ですね。これずっと使ってますよ。他にもね、よく私時計も好きなのでいろんなもの付け替えてますけれども、その時々によって、今日は休日なのでこれ、このカメラ、このレンズ、時計つけてます。これよくね、家にいる時とか、それから農作業をする時なんかはね、この時計をつけています。はい、ということでうだうだ話をしながら、今日はフィルムカメラを磨く楽しみについて皆さんとお話をしました。はい、皆さんも休日をね、どんな風に過ごそうかって思っていると思います。それから、ね、ちなみにね、これはね、もう電池入れ替えてますので、ちゃんとちょっと見えないかな、見えないかな、露出系は動きます、露出系動きます。完全フルマニュアルで露出系の動くカメラです。はい、はい、うだうだと言いながら、皆さんとカメラを磨く時間を取りました。あ、そうそう、さっきも言ってお聞きしましたように、こういうゴムみたいな、こういう、加水分解したのはね、エタノールで私よくぬめりを取るんですけど、こういうね外装、皆さんどういうふうに磨くか、何か、いい、アイデアがあったらまた教えていただきたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また、これからはね、やっぱり30分くらいの長時間でやって、お送りしていこうと思ってます。はい、今だからのんびりフィーリングカメラの一人フォトでした。さようなら。